どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。コロンビアレコード走りゆうすけです。さあ、念願叶いましたね。函館の方でこの間、イベントがあった時に演歌男子のしんさんにお会いしてですね、でそこで、まあ、対談をさせていただきまして、まあ、その模様がですね、まあ、しんさんの方で、2部構成で、前半後半と約20分ずつですかね、すごい素敵に作っていただきまして、私もね、同じように作ろうかなと思って動画を送ってもらったんですけど、まあ、しんさんのやつのを見てるとですね、出来栄えがすごい良かったもんですから、そのまんま使わせていただこうと思いまして、後ほどは私の、チャンネルの方、走りゆうすけの YouTube チャンネル、こちらでもね、まあ、アップさせていただきますので、そちらもね、ご覧いただければと思うんですけれどもね、まあ、その前にね、しんさんから、いろいろお土産いただいてきてますので、ちょっとご紹介したいなと思いますけど、まあ、函館といえばですね、まあ、地元に根付いたお店、ハンバーガー屋さんですかね、ラッキーピエロさんですね、あるわけでございます。そこでね、まあ、これもしんさん動画で紹介してくれてるんですけどね、きびだんご。うん。日本一きびだんご。ね、これもいただきました。ね、本当にね、お気遣いいただきまして。あとね、ラーメンが好きだって言って、多分、ブログかなんか見ていただいたんだと思うんですけどもね、それで、同じくラッキーピエロさんって、ハンバーガー屋さんなのにもかかわらず、ラーメンも出してるんですね。これ。これはね、幸せ味噌ラーメン。味噌味でございますけどもね。それからこれはね、これ醤油かな。これはね、醤油味ですね。これもいただきました。ね、あとね、これは、なんだろう。これ塩味。塩味でございます。まだね、ちょっと、食べることができてないんでね。もう少ししたらいただこうかなと思ってるんですけどね。賞味期限は来年の3月14日まで大丈夫ですんで。で、味わいながらいただいていきたいと思いますけどもね。本当に。本当にね、しんさんも素敵な感じでね。なんかやっぱ話が弾んでしまって、2時間ぐらいですかね。2時間ぐらい、話は続いてました。だから編集するの大変だったんじゃないかなと思うんですよね。よくね、編集していただいて、本当にありがとうございます。ね、ではね、一ついただいてみますかね。これ。日本一、きびだんご。しんさんいただきますね。ね、お嫁ちゃんと一緒に選んでください。きびだんご。ラッキーピエロさんのきびだんご。どんどん開けてみますね。お、結構柔らかい。ちゃんとオブラートは、オブラートっていう言い方ですかね、これ。すまさってますね、ちゃんと。いただきます。ちいさん、お嫁ちゃん、いただきます。すごい食べやすいかも。うん。甘さ控えめでございますけど。うん。あ、そんなに、やっぱりこの、オブラートのおかげですかね。歯につくこともなく。うん。甘みはそんなにないんですけどね。この、水飴のコクっていうんですかね。それがね、すごく感じるかな。うん。そんな感じがしますけど。美味しい、美味しい。おすすめです。それではね、私の YouTube のチャンネルの方でも、しんさんとの対談、ぜひね、楽しんでいただければと思います。今日はね、いただいてきた、しんさんからいただいてきた、お土産のご紹介でした。歌、したっけね、走りゆうすけでした。